で、お尻の筋肉っていうのは、はい、角度があるのね。ごめんなさいね。お尻筋肉ってここからここまでくっついてくるので、でここってね、やっぱりね、とてもね、押さえてあげたらしっかりね、腰痛とかに効いてくれる場所なんですね。で私がわざわざ説明するってことは、痛い。そう、痛いんです。頑張ってね。あー、一発目。マジなんです。いや、今日一や。今日一なんです。どうしようかな。もうちょっと弱くしよう。うん。出ないと無理だ。角度があるので。はい、ごめんなさいね。あ、仕事頑張ったねって感じね。あー、全然嬉しくない。あー、痛い痛い、それやばいよ、もうお願いよ、痛いよ、ストップ、ちょっと待って。ストップ。あー、分かりました、どうぞ。分かりました。いいですか。声は優しいねんけどな。そう、声はね。これ耐えれる日が来るんですか。耐えれる日来ます。じゃないとこの店20年も続いてないと。あ、そっか。足のだるさとかが出ちゃうのね。わかりました。はい、お願いします。うわ、マジか。こい。あー、うわー、痛い、それダメだ、ダメなやつだそれ。ちょっと待って、それダメなやつだ。耐えれない。ちょっとそこだけ弱めで耐えれ、うわにしてくれたのに。Yeah.
よくなりますようによくなりますようにもうちょっと強く言えよういやもう、ま、神様ごめんなさい神様になって神様もうごめんなさいもう悪いことしませんあー痛いよこれは想像以上やはい、では下に下向きでお願いいたします、はい、下向きマジかそうやって背中、足緩めると背中ほらさっき触った力で触るとほらああ本当だ痛み減ってるでしょ減ってますなんで硬いけどねまだねなんでって言ったらやっぱ足の疲れが上に背中に上がってきてたからなんですねあほんまやだいぶマシでしょ始めたいって言ってたのに足あマジかなもうちょっと下行きましょうかもうちょっと下はいでね、まだね、押さえてみたらやっぱまだ硬いところは残ってるので、うんまあ、その辺をね、今からしっかりね、指で緩めていきますよこんな感じあー